京都河原町今出川下がるの西側、京都府立医大の近くですね、カツカツトントンというトントンカツカツじゃないですね、カツカツトントンという、とんかつ屋入ってまいりました。いろいろあったんですけれども、一番安い肩ロースの、80g、ちょっと時間的にも中途半端だったんで、80g で言いました。こんなところにも外国人の方がもう本当にいっぱいおられまして、でご飯はおひつでまいりまして、これ麦ご飯っていうんでしょうかね、麦ご飯でしょうね。でしば漬けは美味しかったですね。これもうこれだけで先にいただきましたが、で、机の上のとんかつソースを、ね、特製とんかつソースを入れてやってまいりました。これでございます。このセットで890円やったかな。で 80g でこれ十分じゃないですか。これもうご飯もキャベツとご飯と味噌汁と漬物はおかわり自由です。これ全然もうボリュームも普通にあります。これ倍いったらもうちょっと僕らの年だと食べられないです。でこれ食べたらですね、すごいあっさりした、油で揚げてあるのが分かる。サクサクしつこくないんですよね。もうラードでガーって揚げてある、男らしいんじゃなくてもこれ女性的な、なんか、すごい、サクッとした軽い油でございまして、だから女性にとかに多分人気なんでしょうね。でキャベツは1回おかわりした後かな、これ1回おかわりいたしましたが、キャベツ食べ放題の時結構おかわりするんですが、場所はここです。府立医大のちょっと北側の西側ですね。本当に祇園の方からもなんか飲み屋の大将が食べに来てたりとかしていたので、人気店だと思います。それではまた明日です。ありがとうございます。